こんにちは、速稼塾の久保です。人付き合いは少ない方がいい。例えばね、電話がかかってくるとするじゃないですか。電話に取られる自分の時間、いきなりかかってくる自分の時間に割り込んでくる電話、すごい邪魔ですよね。こういうふうな配慮ができない方はもうもはやですね、やっぱり付き合いにくいというふうなジャンルになってくるんじゃないかと思います。あと一つなんですけど、こちらからかける場合でも、例えばかけるとするじゃないですか。最初プルプルっとコールが鳴りますよね。その間って完全に時間の無駄ですよね。人生の中でむちゃくちゃ時間無駄にしてると思うんで、私から電話をかけることもありません。もうそんなね、無駄無駄無駄、本当に何も生まない無駄っていうのがあるわけなんですよ。でもある意味ね、何かを生み出す無駄っていうのもあると思うんですよね。例えば何か試験に挑戦して落ちました、資格は取れませんでした。でもそれまでに積み重ねてきたことって無駄にならないと思うんですよ、使い方によってはね。でも電話をかけてコールがプルプルっと鳴ってる間のこの時間、待つ滞空時間、これは完全無駄ですよね。これを有益に使えるって言うんだったら、その人は相当大した人なんでね、感服しますけども、まあ、私はね、そういうのも込みで、付き合う人をそんなにたくさんは持たなくていいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、せいぜい家族ぐらいでいいのかなと思うし、家族のように付き合える人がいればいいのかなと思うんですよね。まあ、いわゆる友達とかっていうのは、特に必要ないかなというふうな気をするんですよね。まあ、10代の頃はね、友達が多いことが一つの、自分のアイデンティティだったんですけども、今はどれだけ必要な人を残して必要じゃない人を削れるかってことかなと思うんですよ。そういう意味で言うと、本当の友情っていうのはね、まあ何が本当かあれですけども、普段連絡なんて取らなくても壊れない関係、それがまあ友情なのかなというふうにね、今思ってますけどもね。どうですかね。そんなに頻繁に連絡取ったりとか会ったりとか、一緒に行動したり一緒に仕事をしたりしないと友情って育めないもんかなと思うんですよ。むしろ何もしないのに、お互いに干渉しないのに、10年ぶり20年ぶりにおおみたいな感じなのが本当にね、友人とも言えるのかなとかね、暗中模索でございます。あなたどう思いますか。失礼します。